はい、どうも、こんにちは。沖縄ば。私、かわいいんですね。ミキタがコローンってしてますね。ねえ、かわいいんですね。はい、皆さん、どうも、こんにちは。まあ、かわいいですね。原毛もかわいいんですね。はい。もう、もう、かわいくてどうしようもないですね。はい,い。もうね、すいません。はい、気を取り直して、はい、頑張って配信いたします。 はい、えー、あの、欧州委員会ですね。欧州委員会のあの議員のクリスティンさんです。はい、えー、とんでもない発言をしました。はい、これゼロヘッジの報道なんですけど、ゼロヘッジでございます。なんと、宣戦布告しちゃいました。はい、えー、クリスティンさんですね。欧州委員のクリスティンさん。 誰に先生を復刻をしたかというと、えー、W のね、H の、O でございます。はい、先、え、生、ー、を復刻しちゃいました。どういうことかというとね、えー、彼女本当のことを言ってます。何を言っているのかというと、まあ、あいつらね、 選挙で選ばれたわけでもないのに大きな顔するんじゃないよっていうこと言ってます。つまり、今ね、W の H の OO がね、やろうとしていることは、各国のね、各国のいわゆる権利ですね、主権をね、えー、譲ってくれよ。ワイらにくれっていうことを言ってるんですよ。 はい。これ、旗振り役になってるの、なんと、ぬっぽんですから。はい。えー、ぬっぽんは革新犯ですね。はい。えー、選挙で選ばれたわけでもないんですよ、あの人たち。はい。ただ、まあ、とりあえずね、国際機関は国際機関なんですけど、まあ、あね、内部で選ばれた人たちであって、我々国民の意思とか国の意思とか、まあ、関係ありませんから。はい。 えー、選挙で選ばれたわけでも何でもないんですよ。我々が決めた人たちじゃないんですよ。それなのに、なんか今ね、あのー、どんどん傲慢になってきてね、ええー、わいらにね、国の権利を越せって言ってるんですよね。あの、W の H の、ね、あの、おでございますね。これが言ってるんですよ。 いわゆるね、えー、何らかね、もしね、パンのでパンのね、美味しいパンのね、デミグラスースがやってきたときに、えー、主権をね、何、えー、て言うのかな、国の主権をね、この W の H のね、えー、うーん、あの、お、おでございますね。こちらの方にね、渡していただければ、わいらが管理しますから、みたいな。 はい。えー、で、そんなとこよろしく、みたいなこと言ってるんですよ。で、どん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 ね、なんか傲慢になってきているということで、これを反旗、これに反旗を上げたのが、このクリスティンさんということです。え、まあ、本当にそうですよね。私たち別に選んでませんから、あなた方っていうことです。えー、ちなみにね、えー、まあ、お金持ちですね。ビルットさんとか、まあ、 いろんなね、えー、こう、スポンサーがいるわけですよ、あの組織の中にはね。なので、そのス,スポンサーのね、えー、まあ、なんていうのかな、代表の人はね、スポンサーにとってね、都合がいい人をね、こう、選んでね、上に立てたっていうことですね。つまり、あのー、ね、えー、方いますよね、W の H の、お、お、おのあの代表の方ね。あの人なんかもとね、えー、テロテロの、テロテロのね、 リストさんだった人ですから、<laughs> はい。えー、わかりますよね。もう、な、ならずもの上がりということでございます。はい。えー、そういった人が代表になってるんでね。やっぱり、やる、こう、なんていうのかな、こう、する要求ですね。よこせとかね、そういう権利をよこせとかね、主権よこせとかね、そういった要求も、やっぱりその、ならずものだということですね。<laughs> はい。まあ、 まあ、ぶっちゃけ言っちゃうとそういうことです。はい。えー、なので、やっぱりね、納得いかないですよね。はい。まあ、納得いかないですよ。ほんまもんのね。 ほんまもんの、まあ、なんていうのかな。あまあ、ただ金持ってる成り上がりではなくてね、ほんまもんの、こう、一生懸命勉強してね、えー、立ち上げてきたほんまもんのエリーの等の人たちにとっては、まあ、納得いかないわけですよ。まあ、当たり前ですよね。はい。まあ、そういうことです。あんた方ね、えー、もう、ええー、加減にせえよということで。 はい。えー、半球を翻したということですね。まあ、この人、まあ、ドドイツの方なんですけど、えー、今後ね、どういうふうにこれが発展するのか、非常に興味深く、私、拝見したいと思っております。はい。 えー、私、参戦できる立場じゃないんでね、これにね、はい、力が弱すぎるんで、はい。なのでね、えー、参戦できる立場じゃないんで、今後,今後ね、えー、一生懸命これを見てね、皆さんになりゆきをお伝えしたいと思います。なんか面白いことになって、 来ましたね。こちらの方もね、英語の記事なんで、ゼロヘッジでね。えー、まあ、グーグルさんから飛んでって、日本語翻訳でね、見てください。えー、とんでもない方向にいい、面白いところに行ってきましたけど、これでね、N の W の OOO が潰れるのかどうかっていうね、まあ、結構、せめぎ合いというかね、そういうのがどんどん見えてきた、表に出てきましたよということです。はい。 えー、こちらの方ね、期待しましょう。はい。それでは、皆さんまた、ごきげんよう。沖縄、おばばでした。あにゃー、かわいいですね。かわいいにょー。ねーあいやいあい,あい,あいあにゃ。ねほら。あにゃー。<laughs> ねー